さあ今回の水の旅は特番でございます。気が向いた時にね、やるこの特番なんですけれども、今回のテーマはズバリ何も決めてません。はい、釣れるだけ釣るっていうのが今回のテーマなんですけど、季節感的にはねアフターから回復、まあそれぐらいの季節感になると思うんで、まあ大江川、を舞台にやっていこうと思うんですが、まあここだけに縛られずにこの水系で、どんなシチュエーションを探していくかっていうところをね、まあ池もあるだろうし川もあるやろうしみたいな感じで、こう流れの有無だったりっていうところがこの時期のバスをこう釣っていくためには結構重要な要素だったりするんでね、まあそういうところちょいちょいとつまみながら、はい、釣っては解説挟んで釣っては解説挟んでみたいなノリでね、今回進めていこうという感じです。柄にもなく3本積んできた、はい、というぐらい、いろんな選択肢がちょっとありえそうなんで、はい、まあ、この辺はね後々説明するとして、とりあえず朝パワーあるかどうかいきましょう。はい、うわよっしゃ、あったよっしゃ、奇跡が起きました、よっしゃ、まだあるっすよ今日は、パスパスパス、お、始まった、よっしゃ、うわっね、よっしゃ、よし、お、ちょっとこれは生命感あるっすけど全体的に減衰してますね。これだいぶこれ30センチぐらい減ってんじゃない、これこりゃしまったね、これはちょっときついかもな正直。こっちから狙った方がいいかな、こっちから打とっか、こっちからやりましょうか。まずはねちょっと魚ピシャッとるんで、いきなりすいませんっていう感じのメガバスのワンテンメガバスのワンテンハイフロートってやつです。これ実は僕大好きで、個人的に大好きなんですけど、ちゃんちゃんと差し込んで浮いていくんですよ。で目線に入れて浮かせるっていう釣りですね。これによってその魚がね、この減衰っていう天井が下がってるタイミングでもこう浮ける状態にあるのか、っていうのをちょっと把握したい。ちょんちょんぷかっ、ちょんちょんぷかっ、ちょんちょんかって感じ。まあこの辺の川を晴れたらやればいいんでね。そうちょっと意外性のあるものでいきなりです、いきなりでしたが、このウキウキパターンっていうのはねこの時期も特有の、琵琶湖で釣りしてる人は結構ねまあ知ってるかなっていう感じですけど、俺浮かんねえ3投で察しましたわ。ウキ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 、6月って感じ楽しい。これちょっとツイッチで2、30センチ潜らして魚の目線に入れてあげて、あと浮かせるっていう。最近毎日釣りしてるんですよこの辺で うわ絶対バスっすね、あれナイスナイスな感じ、バスがボイルした。ではやっとかなきゃいけないね。はい急ぎます。まあこういう時のためにデンプシージャックっていう、まあこの辺また説明しますね。あれはバスやろ、あちょっと右行った、エビやね多分、エビ食ってんな。ちょっと首振らせて
とりあえず目星カバーだけちょっと売っていきます。これ最近僕のフェイバリット、ジミーク。ジミークってなんやっていう、ビークに、ジミシュリンプ足したやつ、勝手にジミークってこうビークとジミシュリンプっていうのがちょっとこう煩わしいからもう名前つけられるのと思ってジミークって呼んでるだけです。これを落としていきます。まあ実はこれがね、今日の昼間のメインになりそうな感じです。はい、いやーでもここはもうちょっと釣れるときはやっぱもうあと20センチは水位が多いときなんで、まあ、少ないですね、水が完全に少ないんで状況としてはあんま良くない。今日これで多分でかいの釣れると思いますわ。今日はちゃんと晴れちゃってくれるわ。一番中で当たるとこ見た。オッケー、いいサイズ、いいサイズ。よっしゃ、早速一発。うわ、無理やんかなこれ。いや、きついなあれ。犬飼さんよく言ってたな。無理くりチャビンですわ。こんなん行きたくない。さて、大江川上流でやってたことをね、まだこの時間やりたいということで、あのフローティングミノーで、ね、ヨット池ってとこに行きました。あの特に理由はないというか、理由はあるんですけど、水位がねちょっとね、ここは多いんで、水位がちょっとここは多いんですよ。まあ、だからあのシャローにちょっと魚刺すんじゃないかなと思って来ました。よっしゃ、オッケー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 。うーい、かわいいけど、ごめんね、毎年見えなかった。オッケー、やったー、楽しい、ウキウキパターン。ね、ちょっとハードルアーにこだわってね、場所変えた回がありましたね。はい、ワンテンハイフロートっていう、はい、僕大好きなんですよ。いや、見てこの食い方。全部の服かかってた。ね、いや、ツヤツヤでいい魚よこれね。いい色してるわこれ。うう、元気元気、すごい元気、緑緑しててね。やりました、ありがとう。これだよな、梅雨の釣りっつうのはな。30センチぐらいだけど、グッバイエサで。オッケー、またいいやん。もうこれやっぱさ、こういう仕事をしてますとね、ルアーの特性をやっぱよくしておくって僕結構言うんですけど、自分の YouTube でも、このルアーで釣りたいっていうことに対して場所を合わせに行くってことを、するんですよね。あの本来は自分が行く場所に対してルアーをあれこれ持って行ってルアーを合わせていくっていうことをするんですけど、今はねどっちかというとね、ちょっとハードルアーで釣りたい、できたらまあ、こういうので
ウキウキパターンで釣りたいということで、まだローライトなんで、じゃあこれ表層付近のね、釣りで釣ろうと思うと、大江川最初やってたんですけど、やっぱ水位、天井が下がってくるとバスって上に出にくいんですよ。うん、レンジとか目線っていうのがキュッとこう下がりやすかったり、するから、朝はちょっと出なかっただけど、ここに来てヨット池に関してはこう水位がいつもよりちょっとフッてアップしてる。だからアップしてるということは天井が上がります。そうするとシャローに行きます、目線が上に行きます。じゃあ上で動くものに対しての反応というのが比較的良くなるので、今はハードルは上系のハードルで釣りたいということで、ここを選びました。はい、ということで、いろんなルアーあるんですけど、今は、はい、ただこれで釣りたいっていう、僕のわがままに場所を合わせに行ったっていう感じですね。はい、まあ、今沖とかいろいろやってたんですけど、結構岸際でね、出てくれました。ちょんちょん2回ぐらい差し込んで、バスの目線に入れて、目線に入れたところからふっと浮かすみたいな感じですね。ではバスの目線の下にルアーを入れない、上で誘って上で食わすみたいな、上に追わせるっていうイメージですね。これね、本当に最近ね、サスペンドミノーってやっぱ主流やから、フローティングミノーにフォーカス当たりにくい時代ではあるんですけど、本当に僕昔からね、琵琶湖やってて、琵琶湖のエビも周りとかで結構こいつによくやってたんですよ。で、今はこういうワンテンハイフロートっていう、まあ、かなりこうレスポンスいい、すごく僕は優秀だなと思ってるハイフロートの、ミノーなんですけど、やっぱ楽しい釣りしたいから、うん、この後晴れるから、晴れたらもうどうにもこういう釣りがやっぱちょっと出にくい、やりにくいんで、やることがギュッと絞られてきちゃうんでね、まあ、そうなった時にその釣りはすればいいと思うんで、今はねちょっとせっかくこの朝まだ雲がちょっと多いタイミングなんで抗ってみましたでも釣れたから嬉しい、すげえ嬉しい。やって、うわ、てか水割る、水割るすぎ、案件、水割るすぎ、ちょっと流れてるか まあこの辺からやっていきますか。よし、じゃあ、おっと、カメックス、大江川に来ましたよーと。東大江川、朝やってたところの下流側ですね。ちょっとね、やっぱ流れを意識して、流れの影響を受けやすいところにあるカバーですかね。ただね、水がちょっと悪すぎるね。このカバーのね、見極めがものすごく大事な釣りなんで。どのカバーが現状機能しているかっていうのをちょっと推測しながらやっていく必要がある。で、アフターのタイミングまだ全然回復してないよっていうんだったら、流れが今みたいに巻くところ、うん、だけどもうベイトフィッシュの存在とか見てると、やっぱ流れがもう当たるところにこう吸い寄せられてるから、基本的にはその流れがしっかりダイレクトに当たるところで、まあ、川なんで基本こうギューって曲がってたら、曲がりの外側っていうのは確実にね、流れが当たる部分なんですよ。でそこの橋も見てください。その橋もちょっと S 字を書いてるんですけど、橋の右側より左側が当たりやすいみたいな。でここは結構ぐるぐるっとこう S を書いてるような川の形状になってるんで、基本的にはその、アウトに当たる部分ですよね、曲がりの外側を狙うようにしてます。で今一応インやってダメだったんで、アウト側行きましょうか。必ずアウトをね、回復系狙うんだったらしていく。さあ、こっからアウト、まあ、ただ川に関しては橋っていうのは川幅が狭まるところに、まあ、湖とかもそうなんですけど、基本橋脚っていうのは川幅とかこう狭いところにやっぱ作るんでね、やっぱそこだけちょっとこうボトルネックになってて水通しは良くなるんで、必ずこの橋に関してはアウトイン関わらず両方カバーがあったらやっておくといいですね。
多分ボイルですわ。ここが来そうな気がします。わかんないですけど、まあみんな打つからな。まあ、条件的には一番いいんですけどね、今現状。バス。でかい。見ました今。ね。おるっしょ。中で当たるところに。今ので来ないの。そんな突拍子もないもの投げてる感じじゃないのに。いるかな。めっちゃギルが当たるから、ギルだな。うわ、食った。待って、これいやー多分ねついてないと思う。か、絶対ついてない。今一気に持ってかれたからついてないと思うけど、ああだよな。くそ、今のはギルっぽくなかったけどな。じゃあここでワンポイントアドバイスいきますか。パワーフィネスのね、この時期のワンポイントアドバイス、いやワンじゃない、ツーだな。一つは軽いものを使いましょう。場所に対して軽いものを使ってください。今これは 2.3 グラムっていう、まあ、ビークっていうこのパワーフィネス用のカバージグの中で一番軽いものを使ってます。で、スカートの抵抗あります。トレーラーつけますってなるとかなりゆっくり落ちていきます。ただ、こういうこうマット状になったところっていうのは 2.3 だとこうやっぱ入れにくかったりするんですよ。なんで、こう何回かこう頑張ってこう。チャポンチャポンチャポンと上下させて勢いをつけて落としていくっていうこともするし、まあ、風があったりするときとかは枝越しだとなかなかこう落ちていかなかったり、するんでね、まあ、そういうときはちょっとウェイト上げてもいいかなと思うんですけど、入れれる場所に対しての、その極力軽いものを使う。だからこれが5とか7とか10とか2分の1とか重たくなればなるほどやっぱりこう動きに速さも出るし硬さも出るし、っていうことで、あんまりこうこういう天気になると魚浮くから、で浮いた魚の目線上でどれだけ誘えるかっていうところがキーになってくるんで、極力場所に対して軽いものを使うようにしてください、で冬の間はねこうラバーを切ったりして使ってたんですけど、この時期っていうのは割とこう流れとか風とかでねこうしっかりフレア感を出す。でやっぱ水に色もついてる時期なんで、ラバーはそのままで、ビッグはそのままの状態で、使ってください。でもう一点なんですけど、こうまあ打ちます、打っていきます。で基本は水面からちょっと下げたところ、上から順番にシェイクしながら少しずつ下げていく感じで、まあボトムまで落とさなくても、まあ、こういう天気だったら浮いてる魚がいるから、食うやつは多分落ちきる前に食っちゃうと思います。で最後ある程度落としたな、まあ、もしくはボトムまで行ったなと思って回収しようと思うときに一回回収前にキュッと上げる、ふわっと、要はこの辺でずっと誘っててじゃあ回収しよう
ふわっと一気に上げるんじゃなくて、一回ひょっとこう5センチでも10センチでもいいから視界から外すイメージでキュッと上げるんですよ。そうするとその一瞬上がった動きに対して食ってくるってことが あったりします。なのでこう入れてね、あもう次行こうと思ってこうすぐ回収しちゃうのもいいんですけど、その回収の前に一回誘い終わったな、次のキャスト行こうかなと思ったらキュッと竿をキュッと上げてあげる。もうこれぐらいの上げ幅でいいです、十分。この辺の視界にやつがピュッといきなり動くとそれでスイッチ入ってくるっていうのは結構あるんで、結局のこのねアフターから回復にかけてってやっぱこう上方向に動くものに対して、まあ、反応はいい時期なんで、朝のねフローティングミノーのウキウキパターンもそうでしたけど、やっぱこう目線に対してこう上に逃げるものに追っていく習性があるんで、特にこの時期は一回ちょっと上げといてそこで誘ってから抜くっていうことをしてください。はい、その方が取りこぼしは少なくなります。はい、この前ね50日った時もそのパターンだったんですよ。ちょっと上げようかなと思って最後回収しようかなと思ってキュッと上げた瞬間にギュッともう絞り込まれてから、ここで陣取ってたらやらないかな。やった。カメかな。カメかな今。いやバスだ。まだ1匹しか釣れてない。なんと悲しい午前中。まあいいか、ウキウキで釣れてるし今日は。お、始まった。いきなり始まった。お、始まった。いきなり始まった。いるやん。なんで本当にちっちゃいもん食ってんだいきなりバリバリいるね。僕が来るところはボイルが起きるんですよ。でも今日はなかなか食わせれないね。場所は合ってるんだけどね。バスいた、バスいた。沖側にバスいる。一匹浮いてる。見た。くえ。うわ。ドニュートラルじゃん。ということで今回はアフター、そして回復、そしてアーリーサマー。まあ、この季節感の魚を、大江川水系ですね、
はい、ここをメインに攻略していきました。前のね水の旅というかもう例年毎年行ってるんですけど、この時期の魚を釣っていくために大事な要素、これ3つあるんです。流れ、シェード、川。まあ、この3つをね意識して攻めていくことによって、より1匹にたどり着きやすいと。まあ、それ以外の場所でもねもちろん釣れたりはするんだけど、何かこう釣り方に再現性を持たせようと思うとやはりその3要素っていうのが複合的に絡み合った方が再現がしやすいと。要は2匹目3匹目っていう形で、釣果を上げていきやすいという、形になるんですね。はい。で、まあ、今回僕も意識したのが、真っ先にやっぱり流れ、この存在です。はい。でこの大江川水系に関しては大江川はもちろん川なので流れあります。ただ途中で行った池ですよね、まあ、ヨット池とか牛池とかっていうところも、川にこう流入してるというか、つながってるので水路でね、なので川の水が引っ張られると水路を通じて池の水も引っ張られるみたいな感じで池に流れが出るんですよね。やっぱりその瞬間にこう杭が立ったりだとか、していくっていうことが多い。地形的に見てどこが流れ当たりやすいんだろうとか、流れがない中で、ちょっと大きめの、ね、ストラクチャーにポジショニングしているんだったら、あ、やっぱ魚流れ求めてるんだなという具合に、こう流れに対してどうポジショニングしているか。ただ、梅雨時雨も多いですよね。これね雨がめっちゃ降ってめっちゃ水量上がってガン流しした場合っていうのは今度流れのよれが良くなるっていう、まあ、大きく分けるとこの2つを意識していけば問題ないかなと。ただ、今回ね僕は流れを求めて行ったけど、今晩雨が降って明日また別のパターン、流れ今度よれるところのがいいよっていうパターンももう多々この時期はあるので、まず一つは流れに対してどうバスがポジショニングしているか、ここを、見極めて、釣っていきましょう。絶対こっちから行った方がいい。言うてる間に止まるんでね。行きましょうか。奇跡が起きました。はい、ご覧ください。開きました。おめでとうございます。開きました。あれ？あれ？止まった。止まったよね。まだ流れてるけど、やばいやばい。これ早く打った方がいい。早く打った方がいい。ここね、ぐるっと流れまくから本当は対岸行きたいんだけど、ここも捨てがたいから。マジか。さっきいた魚がまだいたら流れが出たことでちょっと活性上がるかもしれないから、角行きましょうか。餌待ちすんのやったらこの角か。ここやな。こうやって流れを読んでいくんですよ。じわーっと今こうぐわーっと巻いてるんですよ。でこれ今反転してるから右から左になるでしょ。でここかすめてる。かすめてたらこういうとこいそうだけどね。ここ角流れ巻くからな。でもどうかな、待ち伏せするならありだけど、こういうとこやばい。どうしよう、めっちゃ待ってる。ちょっと水門の中だけこう打って対岸行くか。こっちは後でもやれそうだから、今現状でいいのは流れ当たってるとこやもんな。しかもなんか水がパンパンに増えたっすね。やばい、これは
絶対プラスだと思う。来た、よっしゃ、オッケー。あ、でっかい、でっかいでっかいでっかい、流れの中におった。オッケーオッケーオッケー、こんなドメジャーバだけどタイミングが大事よね。でかいんちゃうこれ。よっしゃ、うわボーナスタイムいただいたぜ。流れの、まあ、今強すぎるから夜によってはパーフェクトなフッキングゴリゴリやねこれ、やばっ、いかつしゃ、うわっでっかめっちゃでけえこいつうわやばっ、しゃ、やっといてよかった。流れの中に、よれの中にね、まあ、この天気なんでね食わせやすいもの入れましたけど、はい、軽いビーク、そしてジミー、名付けてジミーク、めっちゃいいこれ。晴れたらやってみて。よっしゃボーリ太いっすねこれ。ういっ、やっべえ、ていうかこれいかつ、魚いかつすぎるでしょね、やば、いや、やった、ちょっと変化をつかんだね、やった、はい、よかった。何か変化を求めて来ました。来た場所は東大江川、昼間散々バスにもてあそばれたところ、で着いた瞬間変化起きてます。で巻くところもやったんですけど、とりあえずは今ここ水門自体が空いてたんで、水門のもう誰もが狙うところ、水門の角よ、水門の角、ここ、水門のここ、もうここに落として徐々に上からこう下げていくようなイメージ、たらもうすごい勢いでグッと入ったから、ラッキーです。今ラッキーなんですけど、だけどじゃあ入り直す場所どこだってなった時に真っ先にここだったんですよね。で変化があります。じゃあ人が今ねたまたまいなかったんで、一番の変化を真っ先に打とうということで、ここに来ました。ただあと変化の場所としては、あそこ反対側のあの杭があるとこね、あそこも巻いてるよね、流れの流進のすぐそばやから、あそこの壁沿いも後でやってみよう。でこの流れ対岸側見てください、対岸側、対岸側に行くと流れが当たりますよね。であの両サイドで流れが多分こう動いてるはずなんで、まあそこも狙うべき場所かなっていう感じではいるんで、ここだけ打ったら対岸行こうと思ってました。それぐらい流れに対してやっぱり、流進に近いところ、を、僕自身がやりたい。でそういうところでやった方がいい魚が釣れるから、本当にパワーフィネスの 2.3g のスモラバですよ、カワジグですよ。でもこれでもやっぱりそういう変化を捉えていく、いい場所を捉えていくっていう、思考回路と合わさるといい魚が釣れるんですよ。で必ずしもやっぱトップウォーターだからいい魚が釣れる、まあ、それもあるんだけど、天気がやっぱりちょっと降量が強いタイミングなんで、嫌がおうでもやっぱりこういう釣りをしていかなきゃいけない、ってなると手数、それからテンポが落ちてくるんで、場所のジャッジだけは思い込みでもいいから、一等地っていうのを自分の中で見定めて、そこだけつまんでいくっていう釣りをしていってください。絶対いいの釣れますから、はい、 OK。 いや持ってた持ってた、これでこっから対岸に、まあ、どう行くかっすね。
どこを攻めるかがすごく大事なんですけど、一等地っていう、一等地はやっぱ変化するから、その時の一等地はやっぱ自分の足でやっぱ稼いで見つけていかなきゃいけない。ちょっと一番きついとこやってみようか。で、ちょっと濁り自体がかなり効いてるんで、あのよかった、フリーリグ持ってきたんですよ。夏発売のね、リビングバニーっていうジャッカル のチャンク系のワーム、はい、に、8分の3オンスのフリーリグ、これはまあ別にアピールは出せるんで、ちょっとこうスト気味にやっていくのもいいかな。でもなんかちょっとよれててほしいんですよね、できたら。部分的にちょっとよれがあると最高にいいんだけどな。こいつめっちゃ引く。よっしゃ、フリーリグ流れの中に追ったでしょね。一番今流れ当たるところだから、最初ストってたけど、今度ボトムでパンパンベロンみたいな感じ、水かましたったら食いましたわ。ほらね、流れ絶対大事よ。よし。ね、めっちゃいい魚。バイバイ。グバイ。さあ、そして、次はですね、まあカバーですよね。このカバーの立地っていうのはすごく大事。うん、で、真冬とかも、吊るしとかやってたんですけど、今回もメインにしてたのがこの軽いスモラバを使ったね。まあ、吊るしになるんですけれど、闇雲にカバー打ってるだけだとなかなかこう1匹につながりにくいというか、1匹で終わっちゃうっていう時も多かったりするんですよ。これが複数バイトを得ようと思うと、やっぱり条件のいい場所をこう共通点を持たせて回るっていうことがすごく大事で、今回の場合はやっぱり魚自体が流れを求めているので、アウトサイドにあるカバーとか、ストレートの直線に対して一番出っ張ってるカバーの先端といった具合に、流れが最も影響を受けやすいようなカバーっていうところを、攻めていって、バイトにつなげていくことが、できたと。で、この前の週もね、僕来てるんですけど、やっぱりね、前回の水の飛びにもあったように、57とか52とかっていうすごいでかい魚もうやっぱりそういう一等地のカバーに入ります。ただ一等地の一番いいカバーでもうドンズバそこ正解なんだけど、すぐにはやっぱり食わない時もあったりするので、そういう時はもう自信持って何回も入り直してとか、攻め方を変えるとか、もっとアプローチをしつこく、精度をもっと上げてみるとかっていう、アングラーができる限り、最大限ね、バスを釣るために上げれる部分は上げていくっていうところが必要になってくると思うので、そういった条件の揃ったカバーっていうのは適度にというか頻繁に、入り直すといいかもしれないですね。はい、さあ、で今回ね、使ったルアーというか、このアフター以降のアーリーサマーまでの、魚を釣っていく上で、これね、年間通してもかなり幅広いルアーが実は効果的な時期で、これがいい、じゃあこれ使ってくださいとは僕よう言い切れません。言い切れないんですよ。やっぱり状況に応じてのこうルアーローテーションっていうのがすごく、大事になってきます。さあ、条件別に分けるとするならば、この時期ローライト、小雨、蒸し暑いっていう魚がもうウキウキモードになるタイミングっていうのは、例えばですよ、トップウォーターですよね。いっぱいね、今日トップウォーター持ってきたんですけど、時期的には羽物ポンパドール、これで、強くゆっくり水を動かす
とか、うん、変化球的には、まあ、ジャッカルからもうすぐ発売になるスリックベイトっていう、こう横へ横へ逃げていくようなトップウォーター、うん、両方とも止めれます、はい、で対局に止めれないトップウォーターの代表格としてはバズベイトですよね。もうこの中の違いだけでも あるんですよ。止めれるもの、止めれないもの、うん、はい、でシルエットが弱いもの、シルエットがでかいものっていう感じで、使い分けが存在します。でかいバスね、やっぱ回復系になってくるとベイトめっちゃ意識しますとか、うん、ちょっとジャッジ厳しいですってなればなるほど結構早い系が良かったりします。うん、でまあ、フィーディングにガンガン当てていくんだったらこういうでかいものも使っちゃいましょう、うん、これで引っ張っちゃいましょうっていう、釣りもね、効果的な時期かなというところです。ただこれだけでは完全トップだとやっぱできらない、うん、ちょっと朝のタイミング終わっちゃったなとか、雨上がっちゃって曇ってるけどもう晴れ間が見えてるみたいな、そういうこうちょっとフィーディングに入りそうなチャンスを逃した後っていうところは完全水面だとやっぱ出にくかったりするんで、ちょっとしたここを攻めたいって時あったりするんですよ、うん、でそういう時は、僕今日使ってたんですけれど、まあ、こういったデンプシージャックのような水面直下をハイピッチでドッグウォークさせて、釣っていくっていうことができるものだったり、まあ、実際に今日釣ってたのが、まあ、フローティングのジャックベイトですよね。はい、これワンテンハイフロートなんですけど、目線に入れて、あくまで目線にちゃんと入れてあげて、水中で誘って浮かせて食わすっていう、まあ、ちょっと下で誘えるものっていうのが効果的になったり、してきます。なのでもうここだけでもトップっぽいんだけど、かなり表層なんだけど、それだけでもやっぱりこう速さとか止めれるとか、一段下とかっていう感じでバリエーションが生まれてきます。なので、まあ、天気、水位、水質、うん、まあ、こういう、こう条件に当てはめていく必要というのがどうしても出てきますよね。はい、で晴れちゃうと梅雨の晴れ間って結構きついと思うんで、今回メインにしたのが、まあ、これですね。相変わらずビークにジミーシュリンプさんにつけた、まあ、軽めのパワーフィネスです。これ実況中にも説明してるんですが、場所に対して軽いものを使ってください。はい、だいたい梅雨の晴れ間、水温グッと上がります。バスやっぱ浮きます。シェードカバーの中で浮きます。そういうバスの目線に合わせてあげて、そこで誘えるものっていうのが必ず必要になってくるので、カバーに対して入れ込めれる最軽量のジグのウェイト、これを、使うようにしてください。はい、もしくはですよ、まあ、対岸のオーバーハング入れたいなとか、対岸の足のえぐれにスッと落としていきたいなっていうんだったら、まあ、これねドリフトクローンみたいな、バックスライド系のワーム、まあ、こういったものも、すごく効果的になってきます。でこのバックスライドのワームも実はね、釣り回復でいっぱいあるんですけど、これに関してはよりゆっくり落とせるものっていうのがすごく大事になってきます。要は何でもかんでもコーヒー銃でバックスライドすればいいやんって思われがちなんですけど、実はそうじゃなくって、単に重たいだけでシュッとこうバックスライドは確かにしてるんだけど、スライド幅が全然なくってスッと落ちちゃうみたいなものじゃなくって、ちゃんとこうふわーっと滞空時間を長くしてゆっくり誘えるものっていうのが、まあ、この代表格としてはドリフトクローなので、まあ点で足元で誘うビークパワーフィネスと、対岸とかオーバーハングの奥行きのある場所に対して滑り込ませていく、バックスライドでの、ドリフトクローっていう使い分けを、まあ、晴れたタイミング必ずしてください。はい、であともう一条件説明すると、水位めっちゃ減りますとか、雨が連日降っちゃって逆に今度水温が上がらない、水温下がっちゃう、雨が降りすぎて日が当たってないからっていう時は、バスの目線テンションというのは下がり傾向になります。レンジも下がる傾向にあります。でそういう時に、まあそうですね、まあ、僕がよく使うというか、まあ、投入しがちなのが、フリーリグですね。これ今ついてるワームは、まあ、ジャッカルの今開発中のチャンク系のワームなんですけれど、要は水中でしっかりと水を押せるものっていうのを、ローライトで水位が低くて目線上がんないなっていう時はこういうベロンとした水かみのいいものを使っていきます。
はい、対して同じフリーリグでも、ヤミーフィッシュのようなスティックベイトタイプを使う時があって、そちらのタイプっていうのは結構こうアクションさせた時にピンピンってこう早く鋭く動くっていう特性があるんですよね。そういう時は例えば水位が下がるとか今日みたいな天気が晴れてますっていうタイミングの一段下を探る時に、使っていきます。要するにローライトってやっぱ魚が動きます、うん、なんで魚にまず見つけてもらうっていうことがやっぱローライトのタイミングではすごく必要になってくるんで、水かみのいいアピールの強いものを使っていきましょうね。で晴れるとやっぱ物に対してキュッとついたりだとか、まあ、ルアー自体がしっかりシルエットが認識できちゃうので、こう早く鋭くリアクション気味に動かせるようなものが良かったりとかするんで、まあ、その辺も実はこのフリーリグ一つとっても、天候とかによって、実は具を使い分けてるっていうところが現状です。はい、さあまあざっくりね、ちょっと説明したんですけれども、基本的には流れシェードカバー、うん、これを必ず絡めながら釣っていく。でこのどんだけこのメジャー場の大江川であってもやっぱりその傾向っていうのは出てきます、出てきます。でそこをいかに精度高く、うん、条件を変えながらというか、うん、タイミング変えながらとか、うん、精度を上げながらやっていけるかっていう、まあ、我慢比べが一つあると思うんですね。1回ダメでも2回3回という感じで、入り直して釣ってってもらうと、このタイミングでの楽しい釣りができるかなというところです。お、めっちゃいい。お、あそこ出る。さあ、アニョハセヨ。夕方ね、本当はちょっと朝の東大江川やりたかったんですけど、先行者の方がね、何名かおられましたので、ヨット池に来ました。まあちょっとトップとかね、こういうなんかおもろい系の釣り、うん、でやっていきたいですね、夕方はね。まあでもちょっと状況をミスっちゃうと全然上がってこへんみたいなことも結構この場所ってあったりするから、一応フリーリーグもね持っておいたっていう。ギルが多いっすね。あそこをちょっと取っておいて、で、最新スリックベイト、横へ横へ走っていく。競争プラグ、うん、今要はこのボディの横にアイがあるんですよね。ラインを結ぶ、今スナップついてるんですけど、で反対側が今度こっち、では今こっちにねついてるんで、こっちへ手前引っ張ろうと思うと頭は右へ行くんですよ。右へ右へ、右側になんか物があるときはその物の方へ自ら寄ってってくれるから、こんな感じ、右へ右へ、ね、右へ右へ、右側になんかあるときにいいですよね。ということで、ね、ちょっと浅いんですけどね。ああやって船の方へ自ら。ポッパーみたいにこうポフポフっていう水飛沫を立てて音立てることもできるから、
こういう楽しいルアーで釣れたらおもろいね。そこはあれだな、浅いから入れると思う。ここ僕どう、この先端は意外と美味しいよ。出ろ。こればっかりは。うわあ、マジ大きい声、大きい声出しちゃったあったまー、これ見ました。今悪なかったっすよ。今わあ、見た。どうして、ちょっとやっぱ追いつけない感じなのかなマジ。この釣りはご覧ください。よっしゃ、めっちゃいいとこ出したよ。めちゃめちゃいいとこ出した。よいしょ、たまんねえ。今のドッカンバイト超気持ちよかった。よっしゃ、はい、ということでですね、夕方2つっていうのはちょっと悔しいね。まあとりあえずね、大江川ではいいやつ釣れたんで、まあ分かってるというかね、煮詰めたことに対してはまあのどうだろう、とりあえず今日は満足したんで、次の展開、とかローライトじゃないと、ちょっと出しにくいような釣りっていうのを、まあ、重戦してね、やっていった感じではあったんですけど、幅広いルアーで釣れる、だけど流れ、シェード、川、もうこの3要素はもう絶対だし、天気がいい時とか水が安定してる時は必ずこう流れっていうのは当たるところにどん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 いい魚というのが入ります。はい、で、入って良さそうだと思って入ってダメ、だけどタイミング変えていい出会いに、はい、恵まれるってことも多々あるんで、本当にいい場所ってのは思い込みでもいいんでね、ぜひちょっと、決め打ちしてもらって、入り直してもらって、いい釣りから夏の釣りを、してください。1年の中で一番エキサイティングで一番面白いシーズンです。はい、かあ悔しいんだな。最後もう一回だけ、もう一回だけ、なんかもう一回だけ、もう一回、もう一回、もう一回、なんであんなことあります。だってなんかいる。でも早いから出てる、スイッチ入ってっていうのもあり得るし、早いから乗らないっていうのもあるし、難しいねこの辺は。いやー毎日楽しい、これ毎日楽しい。毎日晩飯8時腹減った。さあ帰ろう。マジ帰ろう。
ありがとうございました。